マラサン・タンジェロは、イタリア・ラティーナ出身の女子プロテニス選手。2007年の全仏オープン女子ダブルス部門で、オーストラリアのアリシア・モリクとペアを組んで、初優勝を飾り、イタリア人の女子テニス選手として、史上2人目の4大,大大会優勝者になった。WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルスで2007年全仏オープンを含む9勝を挙げた。 自己最高ランキングは、シングルス27位、ダブルス5位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。9歳からテニスを始め、1998年に、プロ入り。サンタンジェロは2003年前後オープンから4、大大会の予選会に出場し始め、同年の全米オープンで本戦に初出場した。2004年前後オープンで、サンタンジェロは、 予選3試合を勝ち抜いた後、本戦でも、ジュスティーヌ・ウェナン・アーデントの4回戦まで進出した。2005年から、女子テニス国別対抗戦、フェドカップのイタリア代表選手に選出される。2006年2月、サンタンジェロは、インド・バンガロール大会の決勝で、エレナ・コスタニッチを3から6、7から6、6から3で破り、女子ツアーのシングルスで、初優勝を果たした。この年、 フェドカップのイタリアチームが初優勝を達成する。サンタンジェロはフェドハイ初優勝にも大きく貢献し、9月16日から17日にベルギーと対戦した決勝でもシングルス1試合に勝利を収めた。2007年に入ると、サンタンジェロはダブルスで成績を伸ばし、全仏オープンを迎える前に3つの大会で優勝した。パートナーはそれぞれ異なり、 ニコル・プラット、カタリナ・スレボトニク、ナタリー・ドシーと組んでタイトルを取った。全仏オープンではサンタンジェロはアリシア・モリクとペアを組み第17シードから勝ち進んだ。サンタンジェロとモリクは準決勝で第2シードのリーゼル・フーバーカーラ・ブラック組を6から3、3から6、6から3のフルセットで破り、初進出の決勝で杉山アイ カタリナスレボトニックグミを7から6、6から4で破って優勝した。こうして、マラサンタンジェロは、イタリア人の女子テニス選手として、史上初の4大大会女子ダブルス部門を制覇した選手になった。イタリア人女性による4大大会優勝は、1986年、全米オープンの混合ダブルスで優勝した、ラファエラレジ以来、21年ぶり2人目の快挙となる。 全仏ダブルス優勝の後、サンタンジェロは左足の故障に悩み、2007年10月のオーストリアリンツ大会から7ヶ月の戦線離脱を経験した。2008年5月、地元開催トーナメントのローママスターズから復帰を果たし、8月の北京五輪にもイタリア代表選手として出場した。2009年全豪オープンで、サンタンジェロはナタリー・ドシーとペアを組み、 久々の4大大会女子ダブルス準決勝に進出したが、杉山愛とダニエラ・ハンチュコバの組に4から6、3から6で敗れた。サンタンジェロは日本のトーレパン・パシフィック・オープンテニストーナメントにも2006年2007年の2年連続で出場している。2006年の大会ではニコル・プラットとのダブルスでベスト4進出があった。 サンタンジェロは2010年5月にローマの株大会に出場したのが最後になり2011年1月28日に現役引退を発表した W イコール優勝 F イコール準優勝 SF イコールベスト 4QF イコールベスト 8R イコール回戦敗退 RR イコールラウン敗退 Q イコール予選回戦敗退 LQ イコール予選敗退 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。